ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。プレイヤー4撃破されました。負けた。俺の全力が、俺のとっておきの期待が。森田先輩、あなたは他人のパーツに頼りすぎたんです。バトルもせずに他人から奪ったそれのどこがあなたの期待なんですか？ちそうかよ、そりゃそうだなあ。約束は守るさ。完全に俺の負けだからな。こいつが今まで奪ったパーツと俺のお気に入りのパーツだ。持ってけ。なんだと？森田君、それはあなた自身の手で元の持ち主に返すべきよ。それに私たちはパーツが欲しかったわけじゃないです。ひどいことするのをやめてほしかっただけ。楽しくガンプラバトルがしたいだけ。そうかよ。ちっ、仕方ねえ。もう二度と人からパーツを奪ったりしねえよ。勝者はお前らだ。だから今はお前らが正しいんだろうよ。だがあんまり調子に乗るんじゃねえぞ。上には上がいる。生徒会の奴らは俺よりもはるかに強えんだからな。私たちは負けないわ。きっとこの学園を変えてみせる。せいぜい期待しててやるよ。そして覚えてやがれ、次は負けねえからな。何よ今の。伊織ちゃん、勝ったから正しい。
勝者には従う。何よそれ、強い人が勝った人だけが正義なんて、そんなの絶対に間違ってるんだから。この調子で生徒会のメンバーを倒していきましょう。そうだね、このチームならきっとできるよ。はい、私も微力ながらお手伝いを。さあ行きましょう。絶対この学園の自由を取り戻さなくっちゃ。なるほど、あれがこれは面白いことになりそうだ。この間の森田くんとのバトルを通じて、さらにサイドゼロの評判が広まってるみたいね。私たちのことを応援してくれる生徒もだんだんと増えてるみたい。ええ、あまり表立った形ではありませんが、状況は少しずつ良くなっています。みんな心の中では分かっているんです。このまま力による支配に屈しちゃいけないんだって。そうだね、そう思ってくれる人たちのためにも私たちは負けられないね、みんな。はい、私も気を引き締めていきたいと思います。あの、マリカちゃん大丈夫？なんだか顔色が悪いけど。え、あ、私、そういえばさっきからずっと携帯を見てるけど、何か緊急の連絡でも？すみません、そのクラスの子がお願いがあるって。そうだね、サイドゼロの活動も大事だけど、友達も大切にしないとね。はい、そうします。ちょっと怪しいですね。隠し事の匂いがします。話したくても話せないような悩みを抱えている気がするんです。なんとなくなのですが。それに彼女、最近目の下にクマができてます。確かに気になるよね。次にこんなことがあったら後をつけてみようか。そうですね、仲間ですし、何か助けになってあげたいです。それじゃ、マリカちゃんが次に呼び出された時にこっそりついていっちゃおう。君も一緒にね。あの、またクラスの子が。わかった、気をつけてね、マリカちゃん。はい、行きましたね。それじゃ、見失わないうちに追いかけよう。君も準備はいい？あの部屋に入っていきましたね。ここは第02ガンプラブ。静かに、足音を立てないように。それにしてもこの設備すごい。最新のガンプラ加工設備が整っていますね。正直羨ましいです。それなら私たちのチームに入ってはどうかな。あなたは榊シモン。そう、輝ける精鋭部隊ゴールデンコスモスのリーダーだ。どういうことです？どうしてマリカがあなたと一緒にいるんですか？別に驚くようなことではないと思うが、彼女は私と取引をしていたに過ぎない。取引？そう、取引だ。知っているかな？君たちが根城にしている第08物質、あそこは本来取り潰しの予定だったことを。そこでこの私が救いの手を差し伸べたのさ。我がチームのガンプラを作る限り、あのカビ臭い物質の取り潰しを待ってやろうとね。バトルに勝てない半人前でもビルダーの才能はあったようなのでね。その有効利用というわけだ。
それは生徒会の権力を利用したということですね。そうとも言うね。だが何の問題がある？利用できるものは全て利用すべきだ。それこそが強者の特権なのだから。私には権力と金があり、彼女にはビルダーとしての腕があった。妥当な取引だと思うけれどね。そう、それがあなたの考えなんですね。なら私たちの答えは一つです。この学園の自由のためにあなたは私たちサイドゼロが倒します。いいだろう。投資した資金の差こそがそのまま戦力の決定的な違いとなることを教えてやる。グーッドタイミング。大ゼロリガンプラブ物質の前を通りかかった私、尺のリンコは偶然にもサイドゼロとゴールデンコスモスのバトルに居合わせました。これはもう実況するしかありません。片や生徒会派、片や反体制派の両チーム、一体どんなバトルを繰り広げるのか。そんな注目の一戦、それではガンプラバトルレディーゴゴールデンコスモス、榊シモン、出る。さあ、バトル開始です。実況は私、シャクのリンコが務めさせていただきます。正常なる学園のために、私は戦う。さあ、次に壊されたいのは誰かしら。上杉ただいかんため、次に壊されたいのは誰かしら。撃破されました。
なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。私にかかればこの程度のクエストなど赤子の手をひねるようなもの。私たちこの時はやります。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。まだ足りない。もっと奪わせてちょうだい。回収中だ。優雅に回収完了。チームレッド、これは大きなポイントです。この程度のクエスト、アフタヌーンティーの片手間でもクリアできるさ。安っぽいパーツの寄せ集めが全て破壊してやろう。薄汚い顔だ。スペース
残り1分を切りました。チームブルー優勢です。レッドはここから逆転なるか。クエスト大成功です。